いや皆さん固いけど中村の福井弁講座、今日はの野球実況を福井弁でやろうっちゅうことで今日ここ来てみたんや。丹南総合運動公園野球場、今日はここでの草野球を福井弁で実況してみようと思うんやわ。うら今までラジオとかテレビでの野球実況を何試合もやってきたけど、初めての試みっていうことでの今日は頑張っていくわ。ほんなら行くでの。気持ちよく晴れている丹南総合運動公園野球場です。少し早く夏の香りがします。草野球練習試合、ネクサス対リバティーズ、熱戦の火蓋が切って落とされまして、現在は2回の裏ネクサスの攻撃中です。実況は FBC の中村こと中村健太でお送りします。勝利をつかむのがどちらか注目の一戦となっています。さて1点を先制しているネクサス、バッターボックスには7番バッターの倉林が入っています。その前のバッター6番の山田はショートへの内野安打で2塁まで到達しています。ノーアウトランナーは3塁。さあ1点追加のチャンス、フラフラっと上がった、フライになった、おっとレフトの前落ちた、三塁ランナーホームに向かって駆け出す、ここはクロスプレーか、悠々セーフです。1点を追加しましたネクサス、これで2対0。レフト前のフラフラっと上がった倉林のタイムリーヒットで1点を追加しましたネクサス。見事なバッティングでした。いや、ショートが追っていましたので、リバティーズのショート清水の手が届くかといった打球だったんですが、レフト前にしぶとく運んでいきました倉林です。タイムリーヒットで1点を追加しましたネクサス。9番バッター DH の福岡です。さあセットポジションからセカンドランナーを見て投げた、カーブをうまく引きつけた、センター前抜けていく、セカンドランナーは3塁キャンパス、ここは止まります。ヒットで攻撃の手を緩めませんネクサス。はい、今2回の裏からですね、実際に実況してみたわけですけれども、共通語で今実況していました。まあ、これはですね、普段やってるような実況のスタイルなんですけれども、まあ、今回草野球ということもありまして、ちょっとこう選手の情報がね、なかなかこう頭の中に入っていない状況で喋っているので、ちょっと聞きづらい点というのがねあるかもしれないんですけれども、次はですね3回の表リバティーズの攻撃、こちらから福井弁で実況していきたいと思います。それではどうぞ。チカッペ晴れてる丹南総合運動公園野球場なんやけど、ちびっと早う夏の風がするわ。最近の練習試合、ネクサス対リバティーズ、チュンチュンの戦いの火蓋が切って落とされたんやわ。実況は FBC の中村こと中村健太でのよろしくの。まあ、勝つっちゅうんはどっちかわからんけど、だからの3回の表の攻撃に入っていくっちゅうことでの注目してみてでの。ほんなら次はリバーティーズの攻撃から始まるわ。ツーアウトやの。打順はとっくに帰って成城選手やチームのいじられ役なんやって。引きつけて、これは空振りやわ。フルヒッターなんやってこの成城選手は。でもサバエ南球場でホテルモーメントに特大のファールを放って、そのプルヒッターぶりっていうのが注目浴びてるんやって。変化球、おっと三塁線フェアやのこれ、おおレフト線転がってった、一塁ランナー一塁蹴ってセカンド到達した、おっと送球それてるけど、ちゃんとセカンドのカバー入ってたの。今のもレフト線の打球、成城選手足ひって速かったの。チカッペ走ってって一塁駆け抜けてった時がひって速かった。ナイスバッティングやの。さあレフト線のヒットでの得点圏にランナー入ったわ。2番の足立選手、ツーアウトランナーは二塁やわ。リバティーズ3回の表の攻撃、やっぱチカッペ振ってるやんみんなの。スイングスピードっていうのもね速いけど、いやミート力っていうのも大事やな、やっぱな。やっぱここら辺で二塁ランナーを一塁に返してあげなあかんの。カウントはワンツー、低めの球変化球
ツーボールツーストライクやの。やっぱこのキャッチャーの倉林選手すごいの。これのショートバウンドなんかヒット止めてるやん。負けず嫌いで最年少でおっさんたちを引っ張るっつう情報があるわ。セットポジションから長くボールを持つの。おっとサードの山崎ボールを弾いた。しかしここは強殺プレータッチしてるの。いや山崎よう止めたの今の。いやナイスプレーヤーは山崎。ネクサスに突如現れた天才肌っちゅう情報があってんけど、今のものあの逆シングルって言うんやけど、あの手を片っ端こうグラブを裏側にして取るっちゅう技法の今山崎選手やってんやけど、ボール弾いたけど冷静にボール拾い直して三塁でアウトにした。タッチしての強殺プレーになったけど、まあこれチェンジっちゅうぐらいの。いやどうでしたか今のですね。まあ、福井弁で実況してみたんですけど、いや難しいですね。なるべくこうゆったりとしたペースで喋るように心がけていたんですけど、やっぱりこの打球が飛んだ時に普通の喋り方に戻ってしまいますね。さっきのサードに飛んだ打球なんですけど、あ普通にあれも普通に実況しそうになりました。三塁線逆シングル取って強殺プレーだ。ランナータッチアウト。まあ、これだけで済む話なんですけど、5秒ぐらいで終わるところをゆったりのらりくらりと10秒ぐらいかけて実況してましたけれどもね。いやー本当にこの福井弁の実況っていうのはね難しいですね。あの実況の裏側もこの YouTube では見せていきたいなっていうことでですね、実際に実況するときにはですねこういう実況資料を使って喋っております。こういう感じですね、まあ、見えますかね。はい、こういうふうにですね野球の扇状のところにいろんな情報を書き込んでいまして、それを見ながら実況してますね。で今日もそうなんですけれども、喋っている時にはこのようにスコアを書きながら喋っております。まさに二刀流ですね。スコアを書きながら野球の実況をするという、まあ、なかなか頭がねこう回らない時もあるんですけれども、そういう風に実況してます。いやー実況やってみたわ。今回の1イニングだけ実況してみたけど、やっぱ知って難しいの。やっぱ共通語と福井弁の違いっちゅうのはやっぱスピード感っちゅうとこやけど、そこら辺の難しさもあったんやけど一回やってみた。皆さんのぜひとも感想があったら裏のアナウンサープロフィールの概要欄に貼っとくで、ぜひそっから感想を送っての。ほんなら中村の福井弁講座また今度の。